こんにちは。ありがとうございます。千葉市役所新庁舎の落成、誠におめでとうございます。千葉県警察音楽隊による市民ポイド七夕コンサートの開催に先立ちまして、千葉中央警察署千葉崎生活安全課長よりご挨拶申し上げます。ただいまご紹介に預かりました千葉中央警察署の生活安全課長をやっております島崎と申します。よろしくお願いいたします。本日ですね、この市民ポイド七夕コンサートに際しまして、少々お時間いただきまして、県下のまたは図書館内の電話で先の発生状況等について簡単にではございますがご説明させてあげたいと思います。県下ではですね、電話で先、振り込め詐欺とかっていう方が馴染みが深いかもしれませんが、6月末現在で760件ということで、昨年に比べてですね、かなり増加している傾向でございます。で、図書館内はと申し上げますと、6月末現在で26件の被害がありまして、これは昨年から1件増加ということで、おおむね横ばいという状況でありますが、被害額が4900万円、これは昨年に比べて1000万円ぐらい増えているということで、結果でかなり厳しい状況が続いているという現状であります。電話で詐欺というのはですね、平成16年ぐらいから世に出始めまして、もうそれからもう20年近くこの被害が続いているという状況になりますが、いまだにこういった被害が後を絶たないというところで、ございます。20年前と申し上げますと、今例えば70歳代の方が被害に遭われたりすることを考えると、当時50歳代ぐらいの若い年代の方が今70歳代になられて被害に遭われている。おそらくこの20年間の間に電話で詐欺もしくはその被害防止対策等々というところで、触れる機会、接する機会とかですね、知る機会は多数あって、見たこと聞いたことはあるのかなと思います。ただ犯人というのはすごくこう息子さんを語ってですね、警察に逮捕されちゃうだとかですね、会社クビになっちゃうとか、重い病気になってしまってということで、すごくこう被害者の方を焦らせてですね、正常な判断ができないようにして、騙すというのが手口ですので、やはりその被害者層の方ですね、被害者層の年代の方にのみアプローチして被害を防いでいくというのはすごく難しいのかなと。それだけでは被害防止というのは困難なのかなというのが今傾向になっております。そこでというところで、こういったですね、お若い方も興味を持って集まってもらえるような音楽隊のコンサートだとか、各それぞれ、民間も含めてですね、各警察署知恵を出して、そのイベントだとかに、便乗といったらあれですけれども、アイドルさせていただいて、人の集まった時に、おじいちゃんおばあちゃん騙されないようにしましょうねとか、こういった電話かかってきたら詐欺だよって家族で話してくださいねとかっていうところで、紹介させていただいて、若い方、孫、子供世代にも知っていただくという取り組みをしているところでございます。特にですね、例えば ATM で携帯電話を操作している高齢の方だとかですね、そういった方は被害に遭われているということで、知っておいていただければ、見かけた時にお声掛けしていただいたり、警察に通報していただくということが被害防止につながるのかなと思います。合わせて、民間のですね、防犯団体というのもたくさんおりまして、千葉市役所であれば青色回転灯装着車両でパトロールとかですね、していただいているような団体も民間でも多数ありますので、こういった団体にも電話で詐欺の発生状況とか、アポ電がいっぱいかかってきてるよというのを知っていただいて、パトロールしてもらうということで、服装的にですね、警察だけじゃなくて、幅広い範囲で、パトロール、警戒、注意喚起していただけるように取り組んでいるところでございます。警察官もですね、人間に限りがありまして、警察官がじゃあこっちの地域を警戒している間にこっちがやられちゃうとかっていうことも当然考えられますので、民間の防犯団体、役所の職員の方、あとはこういった機会にですね、電話で詐欺の手口だとかを知っていただいた方々にですね、ぜひ管内の治安維持協力していただいて、その警察官とかですね、官と民
っておりますのでよろしくお願いいたします。では本日は少しお時間いただきましたけれども、鈴木音楽隊のコンサートをお楽しみいただければと思いますのでよろしくお願いいたします。以上です。広報県民課に勤務する女性警察官と一般職員で編成されています。
され、楽器または広報関係の業務を兼務しながら訓練を重ね、音楽隊の演奏をより華やかに演出しています。チーム名アクアウィンズは海を渡る爽やかな風をイメージして付けられました。カラーガード隊の演技はまた後ほどご覧いただきます。私たちは音の架け橋として活動していますが、今日は七夕、夜空に天の川がかかることを願いまして、次の曲をお送りします。星に願いを。それでは参りましょう。サギサギサンバ。
拍手に踊ってくれた方、ありがとうございました。電話で詐欺被害防止、よろしくお願いします。今日は花の金曜日。夜はお天気はどうでしょうかね。天の川を見ながら冷えたお酒を飲むなんて最高ですが、絶対に許されないのは飲酒運転です。千葉県内でも飲酒運転が多発しています。捕まった運転手は口々にこう言います。ちょっとしか飲んでないし、すぐ近くまでだったから、あの時捕まらなかったから今回も大丈夫だと思ったと。2年前の6月28日八街市で飲酒運転のトラックにはねられ、小学生5人が死傷する事故が起きました。千葉県警察では飲酒運転根絶、通学路の安全確保を2本の柱とするアクションプランを推進し、飲酒運転の摘発件数は大幅に増加しましたが、いまだに各地で飲酒運転が多発しているのが現状です。飲酒運転は人の命、自分の命をも奪う悪質な犯罪です。運転手が酒を飲んでいると知りながら車に同乗することも罪に問われます。飲酒運転は絶対しない、させない、許さない。よろしくお願いします。次は心ウキウキするような明るい曲をお送りしましょう。皆さんもきっと聞いたことがある曲だと思います。心ウキウキワクワク、東京ブギウギ。
千葉県警察公式 YouTube でも見れますので、ぜひ覚えてください。さてさて、私たち千葉県警察音楽隊の演奏を聴くのは今日が初めてという方、ちょっと出てて
ありがとうございました。夏は海や川にお出かけをする方も多くいらっしゃると思います。そんな中、気をつけていただきたいのが水の事故。千葉県では昨年も水の事故で多くの方の尊い命が犠牲になっています。立ち入りが禁止されている場所や海水浴場以外では泳いではいけません。ライフセーバーの監視の目が届かない場所では事故が起きた時救助ができないからです。土手や岸辺で草に覆われている場所では滑って落ちてしまうことがあるので油断しないように。水の事故の原因のほとんどはちょっとした油断です。安全に心がけて素敵な夏のひとときをお過ごしください。さて、次は日本でも愛されたアメリカの兄弟ミュージシャンカーペンターズのメドレーです。兄リチャードの天才的な音楽性と妹カレンの優しく心地よい歌声。お送りしますのはシング愛のプレリュード、トップオブザワールド、スーパースター、遥かなる影、二人の誓いの6曲で、カーペンターズフォーエバー。
事件事故に気をつけて安全な毎日をお過ごしください。ありがとうございます。